誠とミクの誠の間。皆様はじめまして、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんこんにちは、女優の佐藤ミクです。さて1月から始まりました誠の間、この誠の間は現在多くの創作写真集を、プロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、サブカルなどのクリエイターの皆さんの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる、現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。それではまずサブカルチャークリエイティブプロデューサー誠さんの略歴をご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身で、ライブ撮影、人物撮影を主として写真活動をされていく中で、コスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようなできるようになるための誠の間プロジェクトを始動。ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識も生かしながら、これからのクリエイターを育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして昨年9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。さてそんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤ミクは普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は誠さんのご紹介でもありましたが、ブルガリアソフィアで開催されたイベントで私が主演させていただいた映画22世紀寓話が招待され、私も本作品の上映前に舞台挨拶をさせていただきました。そしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4に金曜日夕方6時から佐藤ミクの女優道という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。こんな2人でサブカルチャーを中心としたいろんな情報満載でお送りしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回最初のコーナーは誠の自由研究のコーナー。このコーナーはいろんなサブカルチャーについて誠さんが独自の観点で注目された人や物、トレンドなどについて、まさにタイトル通りご自由に研究されてきたテーマについて発表していただくコーナーです。今回はサブカルクリエイティブプロデューサー誠さんではなく、オープニングのご紹介でも話させていただきました昨年のイベントに参加されたブルガリアについて、一般的な日本からの観光客というお立場で少しブルガリアの魅力についてお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね、ブルガリア、はい、もう本当に簡単に言うとすごく魅力的な街です。はい、はい、で、観光のポイントみたいな、はい、ブルガリアの首都のソフィアに、はい、セルディカっていう、はい、まあ、街が、はい、中心地なんですけれども、はい、そこにですね、はい、ブルガリアで、まあ、一番有名なのかな、はい、まあ、ソフィアで一番有名なのかな、はい、あの観光スポットがあって、はい、それがアレクサンドル・ネフスキー大聖堂という、はい、そうですね、1912年にできた、はい、キリスト教の、はい、ギリシャ正教の聖堂、カテドラル、うん、ですね、はいはい、で、その中に入るとですね、はい、もう高さが45メートルぐらいあるドームになってるんですよね。へー、はい、でそこに綺麗な絵が描いてあって、あー、はい、ステンドグラスとか、そうそうそうです、ステンドグラスもものすごい綺麗なんですよ。で、なんか中に入るとすごい荘厳な感じ、はい、必要以上の死後はとか、ね、あー、だから、わー綺麗とかすごいとか言うとちょっと多分あの人たちなんかなみたいな感じに見られちゃう。なるほど、うん、はい、だからでもすごい本当に落ち着いてて、はい、気持ちも穏やかに落ち着く感じになるので、すごくブルガリア訪れたらもう絶対行ってほしいところの一つですね。はい、なるほど、うん、これはもうね、観光ガイドとかに絶対載っているので、はい、私はねちょっと行けなかったんですけど、そう残念だったね、本当ね、時間がなくてですね、そうかなりね駆け込みつがすごい早い ね、はい、結構タイトなスケジュールだったものでだったから、はい、はい、で、はい、もう一つっていうか、はい、あとですね、ビトシャ通りっていう通りがあるんですよ、はいはい、そのさっき言ったセルディカっていう駅のからちょっと南に2分ぐらい歩いたところ、はい、これはミクちゃんも一緒に行ったんですね、はい、そう、
日本でいう銀座というそう銀座、そう我々は勝手に銀座って言ったんですけど、でもこの広い並木通りで車が通れない道で、はい、その両側にこのちょっとおしゃれなブティックとか、はい、飲食店とか、うんうん、お土産屋さんとか、はい、そういうのが並んでいるところにね、はい、飲食店が結構オープンテラスのところが多くって、はい、なんかそこのおしゃれな感じで昼間からそのねビール飲んだり、そうですね確かにいやこれやりたいなって思いましたね、うんうん、ちょっと代官山っぽい感じも入ってる感じしますね、ちょっとこうなんかねセレブ感がある、はい、うん、おしゃれっていう感じの、はい、うん、ここまで絶対行った方がいいですね、うんうん、はい、でもう一つですね、はい、僕が見つけた道、はい、ピロツカ通り、はい、ピロツカ通りですね、はい、っていうのがあって、これはその、はい、セルディカの駅から今度は北の方に2分ぐらい歩いたところにあるんです、はい、でそこもあ車通れないところですね、そうですね、車通れないです、はい、でそこも車通れない道で、はい、両側にブティックが服屋さんとか靴屋さんがメインにあるんですね、はい、でそこはですね安い、へえ、服とか靴とか、うん、すごい安いんです、たまたま行ったのがセールの時期だったんですよね、はい、あ、そうだったんですね、そうなんですよ、はい、セールでさらに安くなったんですけども、大体ですねおしゃれなスニーカーとか革靴が、はい、ですね1500円とか、うん、まあ高くて3000円とかで売ってるんですね、うん、でしかもこの安っ、そうちゃんと縫製もしっかりしたシャツとか、はい、シャツ襟付きのシャツですねとかセーターとかもなんか大体2000円前後、うん、で安い、そう安い、韓国みたいですね韓国行ったことないから分かんないですけど韓国もすごい多い服とか安いんですけど、そうなんですね、はい、いやでそれでしかもデザインがねこの、はい、イタリア系とかフランス系みたいなそのいやヨーロッパっぽいデザインなので、あ、まあ、それこそって感じですね、うん、だからなんか日本で着てると、うん、これ2000円なのみたいな感じで、嘘、はい、私もブルガリア行きたいみたいな風に言われますね、うん私もブルガリアで洋服を一つ、はい、買いまして、うん、白のラジオでもね着させていただいたんですけど、ぜひご覧いただければ、いいですね、はい、かわいいやつで、そう、はい、かわいい、なんかねいいデザインのが安くて、はい、いいですよ、はい、うん、でもう一つですね、そのブルガリアの物価、はい、なんですけども、僕その行く前にちょっと調べたんですよ、はい、そしたら大体なんか日本の半分ぐらいかなって、感じだったんですけど、うん、実際行ってみるとですね、まあ、僕が行った限りですよ、はい、大体その、スーパーで300ミリぐらいのヨーグルトが、はい、1つ40円ぐらいだったり ね、はい、もう安いです、そう、えってなってこれ本当にこのヨーグルトの値段なのって、そのスーパーとか行って値段表示が全部ブルガリアとか、うん、ブルガリア語なので分かんないんですよ、分かんないです、そうでもその、数字だけは分かって、はい、これ絶対値段だよねみたいな、うん、で40円安いですね、とにかく、はい、そうで、だからなんか僕の言った感じだとですね、大体半分よりも安いですね、うん、なのでお買い物はすごくしやすいのかなっていうふうに私も思いました、はい、はい、うん、ということで、すごいブルガリアのね本当に情報をたくさんねお伝えしたいところなんですけれども、ね、私もすごい行ってて楽しかった部分もたくさんあったので、はい、ではまた次回もぜひお話しいただければなと思います、はい、いかがだったでしょうか。ちなみにこの研究発表につきましてはですね、あくまでも2020年3月時点での誠さん的自由研究発表ですことをあらかじめご容赦ください。以上誠の自由研究のコーナーでした。誠的カーテンコール。続いてのコーナーは現在サブカルチャークリエイティブプロデューサーとして活動中の誠さんですが、実は学生時代はアマチュアミュージカル俳優でいらっしゃったそうで、今でもよく舞台鑑賞には行かれているそうです。そこでこの1ヶ月でご覧になられた舞台について熱く語っていただこうというコーナーです。今回はデスノートザミュージカルについてお話しいただきたいと思います。まずはこのデスノートザミュージカルについて関連サイトを元に簡単にご紹介させていただきますと、集英社週刊少年ジャンプに連載された大ヒット漫画デスノート、原作大場つぐみ、漫画、小畑武史、から生まれた日本初世界へ向けたオリジナルミュージカルデスノートザミュージカル、2015年の世界初演
を、皮切りに日本国内のみならず、ライセンスの輸出による、韓国版公演、さらには日本人キャストによる海外公演でも大成功を収めた本作が2020年オールキャストで、上演、矢上ライト役、これダブルキャストですね、には、舞台、ピカソとアインシュタイン、星降る夜の奇跡でも主演を務める若手実力派俳優の、村井亮太、全国オーディションにも似て勝ち抜いた、甲斐翔馬、そしてシン・エル役には、ソロシンガーとして活躍し、本作が初舞台初ミュージカルとなる高橋風が抜擢。2020年1月から2月に新劇場となる東京、東京建物ブリリアホール、豊島区立芸術文化劇場にて上映、以降2020年2月から3月に静岡、大阪、福岡のツアー公演が開催されました。あらすじはと申しますと、ご存知の方も多いと思いますが、成績優秀な高校生矢上ライトはある日必殺のノートを拾う。ノートにはこのノートに書く名前を書かれた人間は40秒で死ぬとあった。それは、死神が、退屈しのぎに地上に落とした死のノート、デスノートであった。犯罪者を裁ききれない法律に限界を感じていたライトはある日テレビで幼稚園に立てこもる誘拐犯の名前をデスノートに書いてみる。すると誘拐犯は突然心臓発作で息絶えた。自分こそが神に選ばれ、犯罪者のいない世界を作る新世界の神だという、ライトは、デスノートを使い犯罪者の粛清を始めていく。世界中で犯罪者が不可解な死を遂げていく事件が相次ぐ中、インターネット上ではその犯人をキラと呼び、称賛し始める。犯罪の数が激減する中、警察は犯人の手がかりさえつかめないでいた。そこへ、これまであらゆる難事件を解決してきた謎名探偵Lが事件を解決すべく捜査を開始するということで、はい、デスノートザミュージカルということで。デスノートね、僕ね大好きなんですよ、はい、あ、そうですね、はい、私も好きです。で僕この、はい、あのデスノートって作品と、はい、って作品ですね、このミュージカルにした意味っていうのが、はい、本当にあのよく分かって、あのデスノートってこうあの場面で、はい、この矢上ライトとエルが同じ大学に入学して、お互いをこうあのこいつがエルじゃないか、いやこいつがキラ、はい、あの犯人キラじゃないかって思いながら、こう表面には出さないで、はい、こうお互い探り合いながらこの駆け引きをしていくっていう風な物語が、はい、あの進行するじゃないですか、はい、それがこのミュージカルにすごくこの合ってるなって思うんですよ。で、僕のミュージカルの要はさ、学生時代の同期ですね、はい、今プロのミュージカル役者なんですけども、はい、彼にミュージカルってなんで歌うのって聞いたことがあるんです、はい、でそしたらミュージカルが歌うのは自分の感情、役者さんその役の感情がこう溢れて具現化したものがミュージカルの歌なんだっていうふうに言ってたんですね。内に秘めてるものってことですね。そうですね、はい、でこれをは聞いたことがあったので、このデスノートのこの芝居の部分の表面的な、はいはい、あの建前の駆け引きが、はい、まあ、冷静に進んでいるけど、はい、そのエルも、はい、ライトも、はい、こう自分の中でこの犯罪者に対する強い思いってのがあって、はい、それが歌に出る、はい、その歌と芝居のこのバランスっていうのがすごくいいな、それすごい分かりやすいなって思って、あ、なるほど、だからあ、そっか、もうミュージカルにも本当にいいな、うん、もう面白いわって思いました、はい、はい、で、デスノートって漫画は全部で12巻あるんですよね、はい、そうですね、だからこれミュージカル1回だと結構大変、そうですね、てか無理なんですよね、はい、なかなか、はい、はい、なのでどういう風にこのミュージカル1回でこう収めていくのかなって思ったんですけども、はい、まあ、もちろん全部のところが入ってるわけではないんですが、はい、うまい具合にこうラストシーンもちょっと原作とは違う形ではあるものの、すごく面白い納得がいく終わり方をしてましたね。なるほど、はい、うん、私はあのアニメとドラマそして映画も、はい、あの見ていたので、はい、すごい作品好きな作品の一つでもあるんですけど、うんうん、はい、やっぱいいな見てみたいなというふうに私も思いました、うん、全部ちょっと終わり方違うんですよね。そうなんですよ、 それも魅力だなっていうふうに思いました。そう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 、で全部面白い、はい、はい、ではまた来月もぜひ誠さん、素敵な舞台お待ちしております、うん、はい、はい、以上、誠的カーテンコールのコーナーでした。
漫画を語ろうのコーナー。さて、この漫画を語ろう、略して漫カタのコーナーですが、日本のサブカルイコール漫画アニメということで、やはり日本が世界に誇れるコンテンツの一つとして漫画がその中心を成しており、それぞれの世代や性別、趣味や嗜好によってその好きな漫画の種類は千差万別です。で、この漫画について我々2人の思いやこだわり、思考や好みなどについて、あえてその絵が見えないラジオで語っていこうというコーナーです。ということで今回も、スペシャルコメンテーターとして、漫画家の真田千佳先生にお越しいただきました。真田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。漫画家の真田千佳です。はい、それでは、まずは簡単にですね、真田千佳先生のですね、略歴をですね、ご紹介させていただきます。真田千佳先生は鳥取県のお生まれで、大学在学中に別冊フレンドで新人賞を受賞し、漫画家デビュー、卒業と同時にソニーミュージックとの共同企画、五つ星プリンスの連載がスタート、単行本全2巻、その後侮れないね北見くんを連載、単行本全2巻、現在はウェブ漫画サイト、コミック福井新で異世界で第三王子の専属マッサージ師になりました。そして小学館の、スペリオール、週刊スペリオールで、高尾さんの婚活を連載中。その他にも企業の、プロモーション漫画や、イラスト、キャラクターデザインを手掛けていらっしゃる、今注目の若手女性漫画家のお一人です。ということで、真田先生、前回いかがでしたか？いや、もうめちゃくちゃ緊張しましたそんな感じもしなかったですよね。いや、あ、この人緊張しないんだって思ったいや、もう緊張しすぎてもうバタン球でした。そんなあ、そうだったんですねでも本当にあのこう漫画家さんと一緒にこう、お話しできるっていうのもすごいの、もうなんか嬉しすぎて、私が、ありがとうございます貴重な体験ですよね、はい。で、前回もと、そして今回もあの出て、はい、いただいているので、なんかもし、まあ、今後またぜひ私は出ていただきたいんですけれども、ね、どうですか、誠さん。いや、もうレギュラーになっていただいたらいいんじゃないかな。どうですかいいんですか。ちょっと引っかき回すかもしれないですけど、いや、いや、それでも全然もう本当にありがたいので、お願いしてもいいですか。ね、あ、お願いしてください。誠さんから引っかき回しに行きますね。あ、はい、じゃあ、引っかき回しに来てくださいということで、なんかあのなんかグダグダな感じになってということで、あのちょっと、真田先生にレギュラー化、レギュラー化していただいて、ぜひまた次回からもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。うん、さてですね、それでは今回は、誠さんと、私佐藤美久、そして真田先生の、各々の、ま、思い出の漫画ベスト3の中でもラブコメ編についてですね、ちょっといろいろお話しさせていただければなと思います。では早速どうしますか。あ、じゃあ僕から。誠さんから行きますか。でもラブコメってそんなに僕あんまり見ないんですね。はい、でもその今まで見た中で、はい、すごい面白いなってのは思ったのが、一つがのだめカンタービレ。おお、うん、はい。と、もう一つが4月は君の嘘。ああ、うん。別に3つは出てこなかった。はい、あ、そうなんですね。はい、そうでね、結構王道というか。そうですね。はい、うん、まあ、のだめカンタービレはね、はい、もう漫画見て、はい、アニメ見てドラマ見てっていう感じですっごい面白くて、はい、うん、で、まあ、コメディっていうか結構ね、はい、あのギャグが多くって、うん、はい、ね、それがすごい好きだったんですよ。はい、で4月は君の嘘は、はい、これすごい悲しいお話、悲しいお話っていうのかな、うん、ね、はい、こう病気がちな、ね、はい、バイオリニストと、はい、ちょっとこうまあ、天才ピアニストと言われていた、うん、まあ、はい、ピアニストが挫折してしまった、うん、その天才ピアニストのとのお話、はい、うん、という感じで、このこれ知り合いに勧められてみたんですけど、うん、あ、そうなんですねいやー、すごいあの感動、こう涙を流しながら見る感じでしたね。なるほど、うん、うん、では、じゃあ私、うん、まずはですね、オーラン高校ホストクラブ、はい、だからまた
大好きすぎて。いや好きですね。あ、そうかそうか、それもか、はい、アニメ見てましたよ。はい、そうなんですよ。私もアニメから入って漫画をもう全巻買うっていう。あはい、うん、もうこれ周りの友達がまず好きでっていうのもありますし、ちょっと BL 要素もある感じが、はい、もう私はもうたまらなく好きですよ。専門ですね。はい、すいません、うん、BL 好きなので、ね、もうこればっかですよね。そしてもう次がですね、あの、はい、これはもうあの誠さんと一緒なんですけれども、はい、あののだめカンタービレ、はい、これも本当に大好きで、私 もう漫画もそうですし、アニメ、そして、ドラマ、そして映画もですね、うん、見ました。はい、いや面白いですよね。もう小学生ぐらいの時流行っていて、流行りだしていて、うん、はい、うん、でもうなんか私の性格がなんかちょっとのだめっぽいねっていう話になって、のだめのだめって言われて、あの言われてる時期もありました。へー、のだめ、そうなんだ。はい、言われてる時期ありました。はい、じゃあ、あの、じゃあ最後真田先生。はい、私はもう、はい、王道中の王道のストロボエッジと、はい、高校デビューと、あと、いたずら泣きそう。食べたな。すごい、もう王道です、こちらも。もう本当にこれで育ちましたんで、お花畑でございます。特に印象的なのってありますか？いたずら泣きそうですね。もうあのドラマ化も、そうですよね、韓国でも結構人気で、確かに確かに、もう、ね、入江くんが完璧なスーパーダーリーなんです。かっこいいですよ、スーパーダーリー流行りましたね。スーパーダーリーってこういう言葉流行りましたね。ちょっと古いですか。なんかもうお前は俺以外好きになれねえんだよっていう、オラオラ系の感じですよね。オラオラ系。これ女子はたまらんですよね、やっぱり。オラオラ系はキュンってするんですか？いや、なんかそのオラオラの中にもなんかちょっと乙女チックな部分があったりとかすると、あ、そうなんか、なんなのっていつも冷静な彼なのにっていう。あ、なるほどなるほど。あ、いや、花より団子で言うと道明寺みたいな感じ。あ、うん、なるほど。オラオラしてるんですけど、なんかちょっと間抜けな部分があったりとか、あ、でそのなんかちょっとギャップ萌えみたいなのがやっぱ、ね、女子は弱いですよね。弱いですね。いや、私も実はですね、そこまで少女漫画をこう、はい、がっつり読む派の人、うん、じゃなかったので、はい、結構私もあの選ぶのにあのこれにしようこれにしよう、結構私癖の多い少女漫画ですし、オラココホスト部もだから あの確かにカンタービレも、うん、なんかこうちょっと癖、一癖ある。確かにかも、ね、純愛ストーリーって感じじゃないですね。そうなんですよ、ちょっとギャグありとか、うん、こうちょっと BL 要素含んだりとか、そういうのが多いですね、やっぱり私は、うん。いや、僕もだから結構ギャグ、うん、なんかのだめカンタービレが、はい、あの恋愛、まあそのラブコメなんだけどギャグの方がこの僕の中で印象が強い。サンサ先生は、はい、あのこう、まあ、他の方の漫画をご覧になられる際に何をこう重点的に置いてるんですか？重点、もうラブシーンがツボかどうか。あなるほど。どのジャンルの漫画でもまずラブシーンがあるかをざっと見て、はい、あの戦うシーンはいいんですよ。戦わなくていいんです。戦わなくていい、イチャしてほしい。なるほど。でその3つがすごい合格。素晴らしい。そうですね、確かに言われてみれば確かにあの思い返してみると確かにそうかもしれないですね。そうなんです。でも争うなら恋愛で争ってくれる。あ、うわ、かっこいい。かっこいい、恋愛で争う。そうなんです。ご自身で書いてみようっていうふうには思ったりはしないんですか？書いてみようって思って、もう、はい、そのそう、そこから漫画家になろうと思いました。そうなんですね。そうなんです、もう、うん、ずっとちっちゃい頃から寝る前にキスシーン描いてました。すごっ。布団の下に隠してました。見たい。布団の下に隠してました。あ、でもあれですもんね、侮れないよ北見くんのラブコメ、はい、そうですね。そうですね、うん、はい、もうおかげさまで。お、面白い。北見くんめっちゃ好きです。ありがとうございます、ね、かわいい。かわいい、優しい、かっこいい、はい、やっぱ描いててもギャップなんだなって思います。いや、書いて楽しいですよね。楽しいですね。あ、いいな。書いてみたら。あ、無理です。画伯なんで。本当に画伯なんです、ごめんなさい。あ、本当に悲しいぐらいの画伯でして。あ、教わったらいいんじゃないですか？申し訳ない。あの、ぜひじゃあ、 あのよろしくお願いします。
上達するかどうかわかんないですけど、リンゴからいきましょう。頑張ります。リンゴから。頑張ります。ということで今回もすごい盛り上がりさせていただきありがとうございます。いやーもう嬉しい限りです。こんなこう三先生、こう漫画家さんをと一緒にこう漫画を語れる。うんね、まあ、前回も多分ちょっと話したかと思うんですけれども、ね、嬉しい限りでございます。ということで今回からレギュラー。出演ということでありがとうございます。よろしくお願いします。次回からもぜひよろしくお願いいたします。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのお好きな漫画はランクインしておりましたでしょうか。以上漫画を語ろうラブコメ編でした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。こちらの新番組まことの間、皆さん今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。さてまことさん今回はいかがでしたでしょうか。はい、やっぱりね真田千佳先生、はい、ね、一緒に話すると楽しいですね。楽しいです、うん、なんかレギュラーになっていただけそうなので、はい、ね、ありがとうございます。これからも、ね、楽しくお話ししたいな。はい、ではですね、それでは、誠の間またお目にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆様、ぜひ次回も誠の間よろしくお願いします。